皆さんどうもこんにちは、日本フィロソフィー協会で会長をさせていただいてます長塚信行です。いつも聞いていただいてありがとうございます。僕はというとですね、今日なんかあまりにも気持ちがよくって、庭で水やりをしながらラジオ動画を録音しているという感じなんですけど、ラジオってすごいですね。ながら聞きもできればながら録音もできるっていうことに気づきましてですね、なんかただですね、一つリスクがあるのは、今僕は庭で独り言を大きな声で喋りながら水やりをする変な人になってしまってるんで、ご近所の目だけ気になるんですけど、まあそこは気にせずちょっとやっていこうかなというふうに思ってます。今日5月1日ですけど、これ録音してるのはすごい気持ちよくって、気温も湿度も多分これこの前言ってたハワイと一緒ぐらいな感じなので、ハワイにいたことない人は、あ、こういう感じがハワイの気温とか湿度なんだなっていう風に思っていただけたらいいんじゃないかなっていう風に思うんですけど、なんでこういう日ってなんかね、うちもテラス作っといてあれなんですけど、なんか年になんかの数日しかないんですよ。なので、今日はお昼に外で食べようかなという風に思ってます。でですね、今日は何の話をしようかなという風に思ったんですけど、最近僕の中でちょっといろんな事件がありましたので、その話をしたいなというふうに思うんですけど、事件って何かっていうとですね、妊婦さんの最近よくね、脈診をして性別を当ててほしいとかって言われるんですよ。で、全然それはいつもはいはいって言って喜んでやらせていただくんですけど、最近ですね、それ今まで外したことなかったんですよ、一回も。なんですけど、でそれちょっと自慢してたんですけど、ここ、数日で2連敗してまして、っていう感じなんですけど、なのでどういうことかというと、僕の触診の能力が落ちてるとも言えるかもしれないんですけど、いやそうじゃなくって、だからね、脈を触ってる感じが全然違うんですよ、僕が、見させてもらった妊婦さん2人の脈なんですけどね。で、なのでこれってもしかして全然今までの常識ではある種考えられない子が生まれてくるとも言えるじゃないですか。で、僕はそっちの線が強いんじゃないかなと自分の期待も込めて言ってしまってるんですけど、脈の感じっていうのはですね、すごいエネルギッシュで、でそういう場合僕らは男の子っていう風に、認識するんですけど、なんか男の子なのか女の子なのか全然わかんないですよ、もうすごいエネルギッシュすぎて。なのでなんかよくね、これからは時代も変わって、新人類が生まれるとかっていう風に言うし、中にはスターシードであったり、なんちゃらチルドレン、僕らがインディゴだったら、レインボーとか、クリスタルとかいろいろいるんですけど、っていうのが子たちが生まれてくるとかっていう風に聞いてましたけど、本当にそうなんじゃないかなという感覚があって、でそうなってきたらどうするかっていうと、そういう子たちのなんていうかな、可能性というか、多分その子たちっていうのはすごい、僕よりもエネルギッシュで、なんだろう、いろんなチャレンジをしたりとか、新しいことをクリエイティブしたりとか、そういう世界を作っていく子たちがついに来るんだなっていうふうに思うと、僕らにできるのは、それを邪魔しないっていう、だから大人の、こうあるべきとか過去はこうだったとか、そういうので邪魔をするんじゃなくって、ちゃんとその子らがこの世に来た理由っていうのを全うできるようにお手伝いしていくっていうのが唯一できることなんじゃないかなというふうに思いまして、だからこのタイミングで何でか分かんないけどこれをなんか言いたくなったので、今日はそんな話をさせていただきました。なので、これからですね、子供さんとかをね、宿したりとか、っていう可能性があったりとか、今そういう
希望をしている方とかっていうのは、まあなんか、そういう思いで宿していただけたら、ちょっとはあのなんか参考になるんじゃないかなっていうのと、あとぜひですね、そういう子が多ければ多いほどやっぱりいいと思うので、もし今可能性がゼロじゃない人は、どん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 その子供を宿すというチャレンジをしていただいてですね、次の世の中のために新しい命をたくさん育んでほしいなというふうに思いまして、今日はこんな話をさせていただきました。なんかバーって喋っちゃってあれなんですけど、今日はこんな感じで終わりたいと思います。それじゃあまた、バイバイ。